はいえー、こんにちはは千葉はじめと申します、えー、大震災があってから、えー、自分の、えー、仕事を変えるというか研究テーマを変えるぐらいにちょっと僕も自身も変化しちゃったんですけどもともとはインド思想史とかインダス文明の発掘調査をしておりましてそれがあの、えー、親も被災しまして家も被災したもんですから。えー ちょっとそれで復興にと思ってでそのインド思想史とかインドのことをやってた僕に何ができるかということでやってみたら結構なんかやれちゃったということでちょっと皆さんも勇気を <laughs> と思いましてはい、えー、それが椿の森プロジェクトです、はい、そしてあのこれ僕が関わってるいわゆるえコミュニティデベロップメント地域振興というかその場所なんですけど宮城県北部で沿岸部でこの黄色い矢印のところです。 で前浜というところですけどもまあいろんな特徴があるんですけどもあの非常に気仙沼の中でもその立ち直りが早かったこれまあディスアスター・レジリエンスという言葉を使ったりするんですけどそれはなぜだったかというと彼らはあの世の中の風潮に あまり惑わされるですねやるべき年間行事とか宗教儀礼とか祭り演芸会とかをきちっとやってきたとそのことによって人々の内的な中退というかこれちょっと難しい言葉で言うと、えーえー、結束型の社会関係資本になるということを言うんですけどもそれがしっかりしていたところというのは実はお金がなくても電気がなくても石油がなくても結構楽しく、えー、復興活動をやれたということなんですね。 えー、でその中核にあったのはですねあの前浜オラホのとっておきという人たちで、まあ、有志の団体なんですけども、まあ、1985年あたりから僕と一緒に地元学地元の面白いものを探そうじゃないかということをやってきて、えー、そしてまあ彼らはだから ある意味、非営利的な活動とか、その非日常的なお祭りとかを一生懸命やっていたんですね。で、人からは馬鹿にされながら、そんなことやってる場に会社に行って1000円でも働いた方がいいんじゃないかと言われて馬鹿にされていたんですけども、一旦震災が起こると、えー、その救援活動とか復興の活動の先陣を切ったのは彼らだったんですね。非日常のことをちゃんとやってると、 震災という非日常にちゃんと対応できるということを彼らはしっかり証明してくれました。その一つが前浜マリンセンターの再建、コミュニティハウスの再建だったんですね。これが昔あったやつですけども、これが、えー、きれいさっぱり流されてしまいました。こんな風になっちゃったわけですで。そこにですね、面白いのはですね、もう震災から半年目で市役所も何もしてくれるわけはないんだけど、 この大切な、みんなが集う大切な場所をです、ね、自分たちで再建しよう、もちろんいろんなところからお金をお願いしたりとかもしたんですけど、自分たちでできることは全部働いて、自分たちで木を切って、自分たちの屋敷森、イグレの木を自分たちで切ってやろうじゃないかということ、これがです、ね、ハイテクだらけの、えー、復興活動、コミュニティセンターの再建だったら住民参加はできないです、なぜ住民参加ができたか、木を使ったからなんです、天然資源を使ったからこそ住民参加、市民参加ができたんです。 えー、ここがやっぱりポイントだと思うんですよね。レジリエンンスのポイントじゃないいかと僕自身は思っていますでこんなふうにですねでやっぱりねあのこう作業しながらもねやっぱりお茶飲んだりコーヒー飲んだり酒飲んだりこのあとしたりするのが大切なんですよ。そういうふうな苦しいことばっかしじゃなくて作業してなおかつみんなで楽しいというふうなことが大切だと思うんですね。でこの切った跡地に切っったたにままじゃなくて 切ったものを復元しなくちゃいいいけないというこんでその跡地を選んだかというと海岸植生をつぶさに観察して私たちの自然環境海岸の植物はこういったものがあるから無理をせずに自然から教わる形で自然の声を聞いて私たちはこのエリアにこういうふうな植物が生えてますよというものを習った上でそこに植えるということをして。 います、えー、僕らの都合を一方的に押し付けない、えー、相手の自然という相手と倫理的な関係を結んで相手を受け入れた上で私たちの植樹活動を行っていく、えー、やれることは全部やりましたあのー、僕らでやれること少々危険なこともありましたけどもあのーえー、このこの腹出てやってるのは僕なんですけども <laughs> あのーはい、ちなみに、えー、本当にあのー 住民一丸ととなっってでですすねねやたん女の子などもこの焼きすぎ候補を取りましたけどこうこう焼きすぎのこの壁板も全部自分たちでやりましたこの木も全部地元の木ですあとで出ますけどそ,れそこに使った90%の木材は私たちの木ですここがやっぱりあのポイントだと思うんですよねこれをお金ががなないいかから木が買えないとか 行政が出してくれるっていうのを待ってたらいつまでたってもレジリエンスっていうのはないんですね。や,っぱやれることは自分たちでやるっていうこの内発の力というかでまたあのこの人たち非常に小器用で,でしてねあ,のあ子どもたちももちろん参加して小器用で。あの アワビも取ればいちごも作って大工仕事もちょちゃっとこなしてしまう非常に器用なじいちゃんたちなんですねで私はこれをローテクって言ってますあの老人のローを書いてローテクっていうんですねこれからローテクをちゃんと生かしてですねで私はあの慶應矛盾とも言われたことがあるんですけどその持続可能な高齢社会が僕の,あの目標なんですよあの拍手があってもいいところだと思うんですけどもあのはいはい。はいいいですね <laughs> はい、子どもたちもやっぱり何か参加したいんですよ、どんな小さなことでも子どもたちにも何か参加したい、そしてなんで参加してほしかったかというと、オーナーシップ感、ここは私たちが作って、私たちが建てたもので、私たちのコミュニティセンターで長く大切に使ってほしいっていうオーナーシップ感を、えー、持ちたかったんですね、そのために自分たちの地元の天然資源を使って、そして自分たちの労働をそこに投入したということですね。 はい、出来上がりました、また繰り返しますけど地域の木材で木造建築、天然素材のこだわりでコンクリートとかハイテクではなくて木造だから意味がある、なんてうか住民参加という意味があったと思いますね。はい、あそうですすす。か、すいまませんじゃあ一。一旦終わります